分隊、武門の長として乱世を切る。時は五冠末期、朝廷内の権力争いにより世は大いに乱れていた。さらに天変地異や凶作が相次ぎ、民は苦しみの底にあった。そんな中、張覚という男が現れる。彼は紀州で太平道を起こし、人々を救済。瞬く間に民の心を掴んでいった。そして中平元年、張覚率いる太平道は漢王朝に反乱を起こす。頭に黄色い布を巻いた黄巾党が各地で一斉に立ち上がった。後の世に言う黄巾の乱である。朝廷は直ちに乱を鎮圧しようとするが、虚しく敗北を重ねた。400年続いた漢王朝の命運は今まさに尽きようとしていた。敵するは黄巾の族と30万、多くは民とはいえ、数の上では圧倒的に不利か。改めて言われると途方もないな。まさに行かれる民が大地を揺るがすようだ。孫権、あざなは文代、孫氏の末裔とされる孫家の長である。その勇猛さから高等の虎と称されていた。官室への忠義に熱い孫権は、黄巾の乱を鎮圧すべく兵を挙げる。いや殿、笑ってられる状況じゃないかと。なんの、戦は数ではない、我らの敵ではあるまいて。ならばお主、一人で千万の民を相手にするか。言うは安いが、過ぎれば妄言よ。テーフ、そう構えることはない。数で不利なればこそ我ら孫家が立つのだ。貨幣の官軍を助け、黄巾の族を退ける。それがひいては官室を守ることにつながるのだ。我ら孫家は官室の刃、今こそその務めを果たす時と心得よ。それに俺はこの戦負ける気がしないのだ。それは何故に。我が孫家には勇猛なる将来がいる。帝府、郊外、関東、お前たちの働き期待しているぞ。やれやれ、殿は俺たちを乗せるのがうまいからな。
まったくよ、そう言われてはたぎらずにはおれんからの。お主らはそうやって引き締める役回りはまた我が輩か。いや、テーフ殿、そう気負わなくても大丈夫そうだぞ。何でもトウタクが豪僧に陣を敷いたとか聞いたところだと5万の官軍らしい。トウタク、領州で名を馳せている男か。よし、まずはそこに合流しよう。トウタクなる輩、人の皮をかぶった獣との評判もある。孫権殿、くれぐれも油断なさらぬよう。わかった、心しておこう。行くぞ、今回時をあげよ。おさ、奮い立て、高等尊家の将兵よ。我ら高き総がとなり敵を打ち砕かん。黄巾の乱は民の否、天下の不満そのもの。それを封じたとしてそこに道理はあるか。いや、よそう。俺が揺らげば皆に迷いが生まれる。今は黄巾の領衆張角を討つことに専念しよう。殿、ご覧あれ、前に見えるは黄巾の。温泉前の良い肩慣らしになろう。行くぞ、敵を残らず打ち払うのだ。俺ら黄巾島に歯向かえば天罰が下る。邪魔しようってのかい。だったら怪力俊足俊宗様と勝負だぜ。螺旋強引撃。もうことなら、こりゃやべえ。ここはさっさと逃げるに限るぜ。ようやく着いたか。あれがトウタクか。ん？なんじゃ貴様らは。孫文代以下将兵一戦、ただいま参陣した。ふん、宝刀の虎などと抜かすやつか。その辺で油を売っておればよいものを。いや、俺たちも早く戦列に加わろうかと。その必要はない、当分は様子見をしておるがよいわ。なんと、それはいかなることか。バカか貴様ら、黄巾の者どもは大軍じゃ。こんな兵数で戦っても勝てるわけがなかろう。わしらは官軍、ボートなどそれを上回る大軍で吸い潰せばよい。朝廷がそれに気づくまでここで時を潰すまでよ。気づかぬ時は。その時はその時よ。どうしても戦いたいなら好きにせよ。
その辺におる雑魚でも買っておれ。ただしわしに迷惑だけはかけるなよ。承知した。これより我らは付近の黄金島を掃討しよう。いや、なんとも厄介な感じですな。トータク、一体何を考えているのか。しかし奴の言うことも道理よ。いかに相手がボートとて兵数の差はバカにできねえ。いや、トータクは違うものを見ているな。己の兵を損ねず各地の乱を捨ておく。その結果状況はどうなるか。今の天下、官室が倒れトータクだけが無傷で残る。そうならんとも限らん。いや、まさかそんな。それが人の皮をかぶった獣トータクの狙いと。なんと悪辣な男よ。殿、かような輩捨ておけませんぞ。いや、まだそうと決まったわけではない。それにあの態度にも使い道はある。ここは俺たちがあの男を利用させてもらおう。敵の末端と戦いつつ東卓の前へとおびき出す。温存するつもりの軍が危機にさらされるのだ。奴も戦わざるを得なくなるだろう。そうして奴の陣を主戦場にしてしまう。その間に俺たちは黄金の視界聴覚を撃つのだ。なるほど、生産はあるか。しかし東卓よりも孫権殿の方が悪党に見える。なに、そのくらいでちょうどよかろう。面白くなってきよったわい。よし、敵将討ち取ったぞ。皆見るがいい。これが孫権殿の勇壮なる武勇。何者だ。来るがいい、黄金の兵どもよ。この孫文代が奸賊張覚を討ってくれよう。黄金の軍を釣り出す。まずは眼前の敵を派手に蹴散らすぞ。攻撃パー！
なんて強さだ。もっと味方を呼んでこい。よし、このまま敵兵を東卓にぶつける。その隙に我らは昇格を打つぞ。ほう、わしと同じことを考える者がいる。ん？何者だ？董卓が動かぬなら敵を動かし董卓にぶつけるか。確かにそれで戦局は動くであろうな。ここはお主らに協力しよう。黄巾兵を誘い出すのはわしに任せよ。ありがたい話だけど、あんた何者だい？わしは宋孟徳。お主らと同じような理由でここにおる。おお、お主が名前は聞いたことがあるわい。ふん、そちらも名乗るのが筋だろう。俺は失礼した。俺は孫文代という。へえ、こっちもお前さんの名前は聞いてるぜ。高等の虎ってな。殿、こりゃ面白い相手に会えましたな。うん、愚問と名高い孫家の戦とくと見せてもらおう。期待に沿う奮戦をしよう。お主らは一度董卓のもとに報告に戻るといい。おそらくはすぐに軍を動かすことになろう。黄巾兵を打ち破る準備を整えてから行くことだ。承知した。曹操殿、助言に感謝する。なんじゃ、戻ってきよったのか。黄巾の兵どもの様子はどうであった？それが董卓様、大変です。黄巾兵がこちらへ向け動き出しました。黄巾の連中が攻めてきよったじゃと？やむをえん、者ども前進じゃ。戦局が動き出したか。曹操殿、守備よくやってくれたようだな。皆この機を逃すな。全軍聴覚を打つべく敵本陣を目指せ。はい。よし、黄巾党の領袖張覚を撃つ。我らの力を見せつけてやれ。見よ、これぞ天より授かりし奇跡。急に兵士が現れたぞ。どうなってるんだ。いらっしゃい。毎度どうも。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。
いらっしゃい。毎度どうも。毎度どうも。へい、いらっしゃい。毎度どうも。いらっしゃい。毎度どう。
今回は勝ちを譲ってやら。いらっしゃい。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。
自画自賛できる成果だ。輩など敵ではないわ。見よ、聴覚様より授かった完璧な布陣を。こちらに向かってきたか。正面から攻め寄せると愚かな。よう、なかなか見事な陣を敷く。だが民のするどこかにほころびがあろう。守りを固めろ。奴らは近づけさせん。ここで負けてしまう。申し訳ありません。もうここならん。敵の陣を突破できたか。援軍の働きに感謝せねばならんな。王党の虎、ここにあり。皆見るがいい。これが孫権殿の勇壮なる武勇。
私の命運はここまでか。兄上に天の過去があろうことは。勝手に暴れおってわしの計画が台無しではないか。よし、敵将討ち取ったぞ。王刀の虎、ここにあり。宗家の長にふさわしき武勇、見事ですぞ。見事な武勇の褒美はちゃんと弾んでやるぞ。奴らが町中に。誰か助けてくれ。よし、敵将討ち取ったぞ。そう崩れになるなんて、これ以上は無理だ。撤退するぞ。ありがてえ、俺たち見捨てられてなかったんだな。王刀の虎、ここにあり。
例の兵とは全く関係ねえぞ。やっちまった。今日の再起は無事なのか。出した兵が消えただと。さては再起を壊されたか。自画自賛できる成果だ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。武器を捨て降伏するのだ。貴様らは民を惑わせ世を乱しただけよ。降伏など誰がするものか。天の奇跡を信じ戦い抜くまで。いや、これが天の、そして人工将軍の力。さあ本物がどれか見極めてみよう。私は偽物だ。残念だったな。貴様ごときに本物が見抜けるはずがないわ。なんとも勇ましき戦ぶり。
よし、敵将討ち取ったぞ。もうここならん。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。王刀の虎、ここにあり。そうですな。
しまったわ。いずれ好天の世が来るんだ。その時まで覚えていろ。九死に一生を得るとはこのこと。本当にいいところに助けが来たものだ。王刀の虎、ここにあり。いや、お見事。見てるこっちも奮い立ちますぜ。思っていたより敵の数が多い。こりゃ簡単には勝てそうもねえな。方針殿、言葉を慎まれよ。礼に聞こえては士気に関わります。
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。すでに死す。王天まさに立つべし。ボングども、変の奇跡を見よ。えい、変な力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を打つのだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。剣よ、猛然たる氷の力を我に与えよ。聴覚様の邪魔はさせねえ。俺たちの救いは光天の世にあるんだ。力を授けたまえ。応援撃破。お前が聴覚か。その首、
王刀の虎がもらい受ける。文具なる蒼天の獣よ、天狗を受けて立った我を討つなどと申すか。今や漢の朝廷こそ俗臣が跋扈する幕府、民を虐げ権勢を欲しいままにするその悪逆がわからぬか。蒼天すでに死す、後天まさに立つべし。何時天の声を聞け。このうちの攻防は戦局を左右しうる。なお戦後は私たちで守るぞ。蒼天の獣め、天使が苦しむよ、天はお許しにならぬぞ。黄金刀を率いる聴覚は倒した。官室に逆らおうなどとするからだ。いやはや、なんとか勝てましたな。兵は拙速を聞くも、いまだ後宮を閉ざるなり。機を見て迅速に動いたのが奏功したか。孫権殿、見事な傭兵であった。やりましたの殿。これで各地の乱も静まるでしょうな。果たしてそう簡単に進めばいいがな。ん？何か引っかかっておられますか。聴覚の言葉に間違いはないのだ。乱の原因は民を顧みない朝廷の姿勢にある。それが変わらん限り、これからも乱は起きるだろう。おそらくは董卓の動きもそれを見越してのもの。官室はまさに内と外とに憂いを抱えているのだ。皆、この騒乱簡単には収まらんと思っておけ。それならそれで戦うだけですけどね。長丁場なら俺の見せ場も少しはありそうだ。理由の関東よ、無論わしも遅れは取らんぞ。勝負の尊敬、その力を天下に示す。時代が戦乱へと向かうならば理にかなう道か。先々のことはこれから考えねばならぬ。だが今はまずこの先行を祝うべきであろう。その通りだな、帝府よ。みんな、よくやってくれた。官軍や義勇軍の活躍により太平道の教祖張覚は倒れた。ここに黄巾の乱は一応の収束を見る。だが世の乱れが収まることはなかった。都の洛陽では十条寺ら宦官と帝の外戚の一派が対立。外戚に味方した袁紹らが宮中に乗り込み十条寺を撃った。この騒動に乗じて上洛したのが清涼の豪族董卓である。董卓は帝の身柄を奪うと自らは大尉の座につき権力を独占。暴虐の限りを尽くした。諸侯はこの状況に強い危機感を抱いていた。
やはり董卓は官室に背いたか。殿の読み通りでしたな。どうせならばあの時打っておくべきでしたかな。まあそんなことより今は洛陽の脱出だな。董卓の手のやつらがあちこちで好き勝手暴れてる。変なとばっちりが来る前に逃げた方が良さそうだ。殿、合金討伐の恩賞は受け取りました。もうここ洛陽に長居は無用かと。ああ。だが董卓がここまでやるとはな。いや、さもありなんと言うべきか。奴は領州で西の異民族と戦い続けてきた男。力こそが全てと、そこで学んだのだろう。ならば奴の防衛、止めねば国が滅ぶか。もっともですが、今は手勢が少なすぎる。まずは調査に戻り、残してきた軍と合流せねば。うん、そうだな。おお、ここで会うとは奇遇だな。お前は、いや、曹操殿。おお、曹操殿も洛陽におられたか。お互い無事で何よりよ。野獣に招かれてな、七肉林の宴を共に楽しめと。野獣？それはまさか。無論董卓よ。ああ、やっぱり。曹操殿、お主、かの者に組みするつもりか。ふん、獣に従うなどできようものか。だが董卓の軍は盛況、まともに戦をして打ち倒すことは難しかろう。ならば方法は一つよ。なんだ、方法は一つって。気づかれたか、孫権殿。ああ、あの気迫、曹操は董卓を斬るつもりだな。なるほど、戦場ではなく首席ならば気はあるか。本気ですかって殿に聞くのも変ですが。さすがに無謀が過ぎるわい。だがなぜそこまでして董卓を討とうとする。そうそう、あの男にも目指す何かがあるのか。死なせるには惜しいな。それに奴には黄金の乱での借りもある。おお、殿、まさか。みんな行くぞ。俺たちも洛陽城に潜入し曹操を援護する。ことがなればよし、ならねば奴の退路を開く。やっぱりそうなりますか。主命ならば従うまで。しかし曹操の進化は今頃狼狽しておろうな。何、たまにはこういうのもよかろうて。洛陽を去る前に最後の一暴れといこうかの。董卓のいる宮城を守っているのは長領か。曹操はすでにあの中にいるようだな。
ために出かけた娘が帰ってこぬ。遠出をするなと言っておいたのに。ありがとう。
またのお越しを。ありがとうございました。おや、あなた、実は私。おや、これはこれは。その後調子はいかがですか。ようこそ、今後ともごひ。毎度どうも。またお待ちしてます。応援してます。黄金の騒ぎは収まったが。
開くように近く
行くぞ。今こそ敵の怪しい者はおらぬか。一瞬たりとも気を抜くな。はっ、他の見張りにもそう伝えます。ここは倒産ぞ。螺旋動員撃。よし、敵将討ち取ったぞ。門家の長にふさわしき武勇、お見事ですぞ。光沢がいるのはこの先か。おそらくそこに曹操もいるはずだ。待たれよ孫権殿、向こうから誰か来るようだ。孫権か。もしこんなところで何を。おい、曹操を逃がすな。奴を捕らえ八つ裂きにしてやるのじゃ。どうやら失敗したようだな。だが生きていて何よりだ。退路は確保しておいた。ここから外までまっすぐ逃げられる。そうか、借りができたな、高等の虎よ。何、先日の借りを返したまでだ。さあ行け。殿、俺たちも急ぎましょう。ああ、そうだな。もう楽葉に用はない。ここを脱し、そのまま調査に帰るとしよう。ふん、逃げたか。虫けらど、いずれこの俺が叩き潰してやる。
やれやれ、ようやく調査に帰ってこられましたの。やっぱり我が家は落ち着くな。洛陽での騒ぎが嘘みたいに思える。皆苦労をかけたな。俺のわがままで基地に付き合わせてしまった。なんのあれしき、むしろ高ぶりましたわい。して孫権殿、早速洛陽に軍を向けますか。いやまだだ。俺が単独で軍を起こしても董卓は撃てまい。だが必ず機は来る。いずれ必ず反董卓の軍が起こる。今は諸侯の動きを見つつ軍を練り上げるのだ。なるほど、承知した。まあ殿、だったら少し休まれてはどうですか。ご子息方も殿を待っているでしょうし、特に姫様はもう殿を探しておられるそうですよ。ふん、あのじゃじゃ馬め、どうせ稽古の相手をしろとでも言うのだろう。よし、ならば俺は将校に会いに行くとしよう。皆は策と剣、それに周囲を呼んできてくれ。今後のことで話がある。おう、心得ました。お帰りなさい、父様。うん、将校、元気にしていたようだな。元気だけど退屈だったわ。父様ったら私たちを置いていくんだもの。それはすまなかったな。俺を探していたらしいな。稽古の相手ならば明日にでもしてやるが。ううん、実は父様にお願いがあるの。次の戦、私も一緒に連れて行って。お願い、私自分の目で世の中を見てみたいの。うん、やはりそうきたか。武芸なら他の人にだって負けないわ。きっと父様の役に立ってみせるから。将校、戦場はお前が思い描くようなものではない。武芸だけでは抗えぬ死や危険がつきまとうのだ。それでも戦に出たいというのか。うん、いいえ、はい父様、覚悟はできています。わかった、ならば戦場についてくることを許そう。本当に？ただし最初から前線には出さ、少しずつ戦場に慣れることから始めるのだ。あ、それでいいわ。ありがとう父様。やれやれ、虎の子は虎か。殿、大変です。何があった？渤海大衆炎章様の名で激文が発せられました。奸賊董卓許すまじ、心ある者は洛陽に集い、これを討つべしとのこと。来たか、思いのほか早かったな。俺は皆と集まって話をする。将校、お前は出立の準備をしておけ。うん、分かったわ。孫権殿、炎章から激文が発せられたとのこと。うん、話は聞いた。これで諸侯は董卓討伐に動くだろう。無論俺たちも出るぞ。再び洛陽へと向かい董卓を討つ。官室の刃として奴の暴虐を終わらせるのだ。おうさ、いよいよですな。まあこの前の一件もありますしね、途中で投げ出すわけにはいきませんな。孫家の武勇、天下に示す時か。
たちも行くぜ親父。でけえ戦が始まるんだろ。なら俺も親父と一緒に暴れるぜ。父上、私も共に戦いたく存じます。私も今度は一緒に行くんだからね、父様。若輩ながら私も孫家の臣として力を尽くします。頼もしいですな、殿。ああ、皆よく言ってくれた。この戦、孫家の総力で臨む。俺たちの手で逆進董卓の首を取るのだ。よっしゃ、一気に洛陽まで突っ走るぜ。いや、一気に突っ走るには洛陽は遠いかと。どこかで野営をしなきゃならないでしょうな。だが野営地をどこにするかだ。洛陽に近づきすぎては董卓に蹴取られる。しかし遠すぎれば戦までに将兵が消耗しよう。それについては私の方で検討しました。野営地は幕城付近が適当でしょう。早速手配をいたします。よし、任せたぞ周遊。では行くとしよう。我ら武器虎の牙、董卓の首に突き立ててやるのだ。殿、you